おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ104ですね。104、前回からご紹介していた、SIC の、ディケイドシリーズのネガの世界、はい、こちらをご紹介するにあたって、どうしても1個欠かせないのがあるんですよね。ただそれは商品化されておりません。ということで今回初、改造品ですね、ご紹介になります。それが、こちらです。じゃんと、はい、SIC 改造品、はい、SIC 改造品の、仮面ライダーオーガですね。はい、こちら、ベースは、SIC のデルタ、こちらを、軸に改造しております。この辺のベルト、これは、ファイズから取ってきてます。はい、一応付属品は、手、まあデルタの手なんですよね、基本が。確かデルタの手をベースに使ってるはず。ちゃんと手の甲とかもこうやってオーガのデザインを元に作成しております。はい、こちらですね、ここの頭部、こちらは元々のクリアを生かしてるんですが、ここあと肩、ここのクリアパーツは、シルバーに塗った上から、何度もクリアレッドを塗って、ちょっとクリアパーツ風となっております。実際、動画で見るよりも、ちゃんと、もうちょっとクリア風になっております。一応全体はこんな感じ。肩、はい。はい、こんな感じで、後ろも、ここもね、ちゃんと作っております。このワイズマンローブっていう名前だったと思うけど、これも、一応こんな感じで作っております。こちらは、腰のところに、可動パーツを設けておりまして、一応足に干渉しないようにこう数箇所で開くようになっております。これだこれです、壊れました。後で直さなきゃ。なんだこれ、ピン抜けてんのか。まあいいや。はい、こちらがですね、足の形見ていただくと分かるんですが、これはただ単に丸っきりそのまんまデルタです。ただ色をゴールドにしただけですね。はい、可動も、基本的に、デルタと同じです。とりあえず頭部のアップにしてみるかな。アレンジはそこまできつくしてない。今見るともうちょっといじればよかったかなって思います。まあ作ってからもうだいぶ経ちますんで、何年経つかな、これできてから。一応こちら、あの私の方の、アイコンにも使っているやつです。はい、そして先から さっきからあのプラ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 してる、これ一応これ、オーガストランザーなんですけど、こちらも、一応収納形態と、メモリ、一応こちらファイズのそのまんま使ってるんで、開いて中も塗ってます。銃の状態にもできます。そしてメモリ、これも一応つるかな、一応オーガのメモリその形にしてあります。1個しかないんで紛失したら大変なことになります。はい、こちらはそのままベルトにつけることができます。先ほど邪魔だったんで外れました。はい、そしてこちらの、これはゼロから作ってるんですけど、この中央のへこみのところに先ほどベルトから外した、ミッションメモリ取り付けますと。そしてここからかてえな、よいしょ、こう抜くことによって、こっちは流用、こっちは、まあ、展開した時に形が変わるという設定になってるんで、こちらの、展開剣状態のやつ、こちらにあれ、まあ、取り付けることでこうストランザの剣状態になるように作っております。はい、そして先ほどの、最初にお見せした手首ですね。
こちらを使用することによって、よいしょ、はい、持たせることは可能となっております。一応これを、やることによって、まあ、ある意味ネガの世界と、一応劇場版の、ファイズ、こちらの、ロストパラダイスだかな、そちらの方も両方、まあ、ファイズの方は一体ちょっと足りないんですけど、まあ、ネガの世界はこれで、まあ、保管できるかなと。まあ、願うことを願えるんであれば、正規品として王が出してくれれば嬉しいなという感じですかね。ではラスト、カメラで寄ってみましょう。まあ、自分で作ったやつ晒してるだけなんですけどね。まあ、よく見るとこの辺とかね、ラインとか結構入れてたり、まあ、微妙に塗装荒かったりするんですけど、そこら辺はちょっとご容赦ください。まあ、いい出来だとは思ってます。いかがだったでしょうか。SIC、改造品初ですね、改造品の、仮面ライダーオーガンご紹介でした。それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。